じゃあ、ね、施設を追い出すときに、それを強制的にでも止められたのはどこだよ。どこだよ、止められたのは。止められたのはどこだよ。石川町が止められたんかい。茂木町が止められたんかい。福田さん、どこが止められたんだい。止める止めないっていうのはね、まあ、それを強制的にでも止められたの、誰が止められたの。強制的に止められたんですか。でもあれは止められたのか。止められただろうが。何ふざけたこと言ってんの、福田さん。すいません、じゃあその発言がもし不適切だったら。いい加減にしてください、あなた。市川町の、誰だ、訴訟代理人だって言ってるだろうが、止められたのは栃木県だと言ってるだろうな、訴訟代理人が。その署名は上がってるよ、そっちに。それ読んでないの。それは読んだと思います。うん、じゃあ適当なこと言ってんなよ、はい、いいかね、これ全部ネットで上がるからね。どこまで適当なことやってんの。私が言ってんじゃねえんだよ、市川町の訴訟代理人が言ってんだよ。で、茂木町の訴訟代理人はそれをごまかしたんだよ。市川町としては、訴訟代理人としては、市川町に全部栃木県の問題まで責任を負わされちゃうと思ったから、市川町の訴訟代理人はきちんと発言したんだよ。当たり前だよ。保険者としての責任全部負わされちゃうと思ってたんで。だからこちらが、原告として役割全部証拠としてあげたよね。はい。あなた方が役割分かってないみたいなんで。平野弁護士も。まあ答えられないんだろうけど、栃木県としての役割は分かってないみたいなんで、ねえ、ただ、栃木県のホームページ見ると全部役割書いてあるんだよね。高齢対策官とか見ると。はい。うん、それも証拠にあげたるよね。あの時に、指導できたのはどこなんだよ。許認可機関の栃木県じゃなかったんかい。それ何にもしてなかったんだよ。片棒担いで。2週間で追い出そうとしちゃったんだよ。それで何をきちんと対応したって言うんだよ。だから前任者全員顔を揃えてくださいって言ってんだよ。もうここまではっきりしたんで。うん、裁判だって本当良かったと思いますよ。ここまではっきりすることを、はっきりさせることができたんで。